100パーセント今の自分を引き受けるって感じですようそうね本当そう思いますね良い,いとか悪いとかそういう話じゃないんですよ、<ー>全く <うん S 1> AI アちゃん AI アちゃんです、どうもです、ご視聴ありがとうございま AI をいっぱいやっております、今。はい、AI の研究に没頭してる愛ちゃん。えー、前回、あのー、毎日あの研究ばっかりしている愛好で,で。今日は何日あったっけあの,の今,日は今日はです、ね、10月の17日でございまして、テレビでございますね。ねはい、はい、で、まあ、えっ、ー、と、いつも通り世界ニュースなんですけど、最近ね、日時もあの大変だったということで、はい、あのウクライナ的にですね、あんまり目立たなくなりましたね。うんだから なウクライナはもう終わりで次中東ですみたいな。はい、<laughs> でな、だからまあちょっとさっきレコーディングミスであのちょっと話した復興支援か <laughs>。復興支援,支援という支援じゃないかな。復興や、ね、だからまあこれウクライナ終わりなんで次はその、はい、IT 投資とかいろんなネタいっぱい出てきてるけど要はまた復興で人儲けしましょうかみたいな話です、はい、ん。だからもう。一応たまも、えー 武器も、えー、武器も、ええー、ね、ね、武器、武器も、武器,武器もいっぱい売れたし。ええー、原油も、うんと、油も上がって、穀物も上がって、一儲けできたし。もうこれで終わって、で、まあ、次は投資、ええー、と、復興で儲けましょうみたいな。もう、そ、そのフェーズに入ってますよね。僕らは。結局、なんだろう、やって戦って、で、また、えー、お金を投資して。 えー、なんか循環してますね。なんか。破壊で儲けて、復興で儲けるみたいな。はい、<laughs> 大だみたみで、まあ、ウクライナがちょっと、もう、なんていうかな、武器も来ない、金も来ないっていうで、うらみの次は中東ですから、あんたのとこ、困ってる日もありませんと。うん、ゼレンスキーさん、あなたも、これで終わりよ、みたいな。うん、まあ、あなたのお役目、これで、ごめんですから、みたいな話ですよね。うん、まあ、本当、最終決戦でね、どこまでどうなっていって、どうなるのよ、みたいな話。なんですよね。うん、ただ、まあ、これも、も、うん、この動画っていうから、では、何回も言ってるように。 イスラエルが終わらないと片付かないと全部終わりませんみたいな。うんでまあそのやっぱ世界前、ね、前回もお話した通り聖書的なもんとか、はい、あとユダヤ的なもんとか、はい、そういうなんていうかな根源の部分ですよ洗い流しっていうか肩、はい、を落とすというかやり直し、はい、やり直しましょうみたいな話。はい、で,、うん、であのね うんとね、このユダヤ的なものでこの動画ではちょっとあんまり今までちょっと言ったら結構消されんのよなユダヤっぽい話するとすぐバンされる、はいはい、<laughs> ちょっと言いにくいんやけどなじゃユダヤって何なのよみたいな話ってあるじゃないですか事、はい、の根源っていうかな、はい、でまあこれはシュメール以降っていうかな、まあはい、まあシュメールっていうのはまあその一応 アヌンナキが作ったシュメール文明、アあのなき、まあ、宇宙地球外生命体じゃないやつやね、はい、地球外生命体やわな、が、はいまあ、その、なんていうかな、人間を、地球に、地球の人間をその奴隷として働かせるみたいな、地球外生命体が作ったシュメール文明みたいな話。はい、でも、シュメールって言ったってね、あれはなんていうかな、どちら,どちらかというと、シュメールということにしておきましょうみたいな話なんですよ。はい でこあれ根源にあるのはスメラみたいな話になってくるんですよな。はい、でこのスメラの巣っていう天皇さんの皇室の皇みたいな、はい、あれがスメラなんですよ。はいうん、だからまあつながってるわけですよ世界中全部これ日本,日本と中東とかそういう話じゃなくて世界中全部あそこからチラバチラバチチリチリバラ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 って散っていってるんでな。ま、はい、まあまあその つながってるんやけど、まあその、じゃあ洪水の前はどうなったのよみたいな話が、はい、洗い流される前ね。はい、まあ、前それは,要はちょっとどっから話したらいいか、ちょっと朝、時間があんまないいから難しいんやけど、はい、まあま、ユダヤってではどっからなのよみたいな話なんです。で、今風で言うユダヤっていうのは、はい、ユダヤ教徒ですよ。うん、ユ,ダユダヤ人とかみんないろんな言い方するけど。うんうん ユダヤ教に改心すればユダヤ人っていうことなんですよ、今風で言えばね、うんうん、ひとくくりで言うとよ。じゃあそのず、もっと古いところの本当の純粋の純粋っていう言い方はおかしいけど、ど元のユダヤ人ってどんな感じなのみたいな。う 褐色っぽいっていうかなうまあ我々にちょっと似てますよ褐色っぽいっていう,う白人っぽい感じじゃ全然ないですよ。ひゲ生やした褐色っぽいような人ですよ。黒いハットかぶってヒゲビュ,ビューッと伸ばしてる人たちみたいな風貌にはされてるけどもともとはその白人っぽい感じじゃないですよ。 これが、いわゆる世の中で言うスファラディ系っていうやつですよ。うん、スファラディ系ユダヤ人っていうやつですよ。だから元祖っていうことにしときましょう。元祖っぽい感じのやつですよね。で、今、そのシオニ、シオニズムとか、シオニズム、なんていうかな、イスラエル的なも、イスラエル的なイスラエルイコールユダヤっていうふうにされてるで世の中言うとね。はい、でも、根本的には全然違うくて、うん、あの、 あのユダヤ、イスラエルみたいなものを建国というか、あそこにこさえたというか、あそこに置いといた風の,その金融とか金、うん、商売上手の人らですよな、うん、金持ちですよ。ビル・ゲイツとか、あの辺も全部ひっくるめてですよ。ホスチャイルドから全部ひっくるめてね。であれが、あのー、アシュケナジー系、アシュケナジーみたいなやつですよ。うん、要は、後発組ですわ。 ユダヤ教に改心した白人さんたちみたいなやつです。うん、ハンガリーとかね、ポーランとかいっぱいおる。あの辺ドイツとかにもいっぱいおるね。うん、あれがその後発組のユダヤです。ユダヤ人ですよ。うん、<laughs> で、アシュケラジの中にもたセム、セムハムっていう、これも聖書にあるわな。セム、セムハムっていうのがあって、うん、やべてはあんまり出てけへんけど、うん、でこのセムがまあ正統派っていうか、 ユダヤの血筋、血<ー>ってっいた正統派みたいなイメージ。ハムはその追い出した方<ー>その悪さして追い出されたほ<ー>で、このハムを焚きつけて使ってるアシュケナジーのユダヤ人がいますみたいな話な。<ー>そうですね。なるほどなるほど。 今風でいくだよもっと古いとこまでいくと全然違ってくるんだけど<は>この今の聖書の形っていうのは紀元後4世紀とか5世紀とか紀元後400年とか500年うん、うん、あの辺で今の聖書の形って作られたんですよな。うんうん、でそのもうちょっと古いと,ところを見ていくとまた聖書も全然中身が違ってきたりする。 はいはい、でこのアシュケナジーっていうか後発組のユダヤのその商売上手な人たちがこの聖書を言えようにこねくり回してきたっていう歴史ですよ。<laughs> っっちゃててるって状態ですよねそう,うそうなんですその辺からだから学問の権威とか宗教の権威とかあの辺の力がこう強くなっていくんですよ、4世紀から5世紀ぐらい。これ日本も一緒なんですよ。大、はいはい、法律量がちょっと前とかな、日本で言うと大から大正の前ですよ。はい、あの辺からこういう官僚的なものとか、はい、宗教的な概念とかそういうので人々をくぐっていくと、統治していくっていうかな。はい うん、しせざるを得ん形になってきたんですよ。っていうのも作っていったりみたいな、はいうん。だから、そこら辺からの生産っていうことなんですよ。だから よく偽ユダヤとかセイユダヤとか言うけど、うん、<laughs> まあそ、まあそ,そうなんよ。確かにそのアシュケナジーの方は偽ユダヤねって言われりゃそと、そうなるんやけど、うん、本ん日本人がどこまでが本当の日本人なのってなってくるわけでしょ <laughs> 結局確かに確かに。<laughs> そうでしょペン<う><東>引きが分かんなくなりますよね。ねそうですよあのエルサラム。うん ととか、か、エジプトロシアもひっくるめてです、あれから怒涛のように民族大移動して今に至ってるわけそうですね。うだから、じゃあ何,何代前まで純血の日本人だったらどうなのみたいな話になってくれへんか。うんうんずっと奥た立てれ世界みんなつながってるって話になるでまあそこまで行くと話がいややこしくなっていくんで置いとくて。はい、でね、その今の,このイスラエル。 1948年に建国したイスラエルですよね、うん、この間言った、うん、で、これが、うん、まあ、ここでもうだめよねって、一回、新しく、うん、一回元のイスラエルに戻しましょうみたいな話なんですね。うんうん、で、これねあのうんと、もうあのイスラエル建国のちょっとあとぐらいから、第4次中東戦争、中東戦争っていうのは始まってるみたいな感じのイメージを持ってもらったら分かりやすいんですよ。うんうん はい,はいはいはい。いこれ50年ぐらいやってますと。うん、50年ぐらいね。なるほど。うん、50年ほどやってて、この今年2023、2024年か、これが50年目に当たりますね。で、これでまあ、その、なんていうかな、聖書のあの、あれ、なんやったっけ、えー、っとあのレビキみたい。レビキ、レビキ,、うんレビキ、はい。なんか出てくるように、ヨベるの年っていうのが馬みたいな。うんうん、これヨベるって解放みたいなイメージですよ。はい,はいはい。だから あ奴隷解放とか、うん借金からの解放とか、土地の解放とか、そういう話なんですよ、はいはい、これ、的になるほど,なるほどはいうん、っていうことは、だから元に戻るというかな、一回解放、だから金融崩壊ば <laughs> かりやすいところ、なるほどアシュケナージーっていうか、金持ちユダヤあの後発組のユダヤ人さんたちが作ってきた世界、これで一回終わりね、みたいな。うん,うん。っていうことなんです、ねうん。だからその そのハマスとイスラエルが戦ってる風っていうふうにしてるけど、うん、そうじゃ全然ないっていう話ですよ、前回のお話と一緒でなるほど、なるほど。だから、イスラエルイコールユダヤじゃないんですよ。うん、でイスラエルイコール世界的な目線でいくと、世界的な目線でいくと、イスラエルイコールユダヤではなくて、イスラエルイコールシオニ,シオニズムみたいな感じですよ。ティオリズム、なるほど。ユダヤじゃなくてシオニズム、シオニストみたいな感じですよ。うん、うん だから白い方のユダヤ人ですよ。<laughs> <laughs> <ら>なるほどだからそのもともとの褐色系というかスファラディ系のユダヤ人からしたらいい迷惑みたいな。パレスチナっていうからあそこで仲良く暮らしてたのには。 いきなりあんなもの作られてややこしくなって、うん、LGBT とよく似たような話ですよ。どどうどうどう無理やり何か作って揉め事を起こすみたいな。<laughs> はいはいはい、うん。だから分かりやすく言うと、あのガザにおるハマスとイスラエルっていうのも一,、はい、一体、はいうん。一体というか、金で動いてる一体っていう感じですよ。うん、だから、その構造を作ったってことですよ、うん、あそこに。 うんうん、だから、出てくるもと出てくる彼は同じとこから出てきてるってことですだから、アメリカで911あったでしょ、1個突っ込んだことにしてビル爆破しましたみたいな、水槽、はいうん、<laughs> 爆発たみたいな、<laughs> <laughs> あれ、今回も同じでしょ、やってること。 はい、ミサイルはなんか飛んでないけどビル崩壊していってるみたいな。同じことやってるのさ。はい、ああテロ風に見せかけてるってやつですよね。そのシオニズムっていうのが結局イスラエルの,その強硬派の、なんていうか、イス,イスラエルの,その政治的なものの強硬派の一番上にあるのが国際金融資本グローバリストのシオニズムみたいな。 それの最たる分が今のネタニヤフさんみたいな感じ、はいうん、だからあの人らの立場からすると、あそこで左がないともうこの先ないわけですよ、あの人たちからすると。だからウクライナ負けたわけですからね。うんそうアフガンで負けて、ウクライナで負けて、今度は、ね、イスラエルだってやってるわけですよ。うんはい、だからこれ ああのまあ、そういう人たちからすると、その大きな戦闘、国対国の戦闘へ持っていきたいっていうこと、はいうん、ですよね。じゃあ、どういうことなのかっていったら、イスラエルとイランということですよ、目標は目標としてはな。はいそこまで持っていければ、もうなんていうかな、大ごになってくるってことになってくるから、ね、はい、ロシアが後ろについてるってことになってくるから、だからそこまではいかざるを得んのかなとは思うんですよねははい、はいな。だから、ただ、ただ今回はウクライナの時と違って、その冷静なんですよね。 アラブ系の人たちっていうのも分かってるんだ、この構図が、はいはい、うん、ウクライナ VS ロシアみたいな話じゃないってこと、分かってます,、はい、すね、分かってます、なるほどね。なんかこう、中でこう、なんか、なんていうかな、自分らで自作自演やってますみたいな、うん、分かってるから、あとはだからイランがその引っ張り出されるのか、引っ張り出されないのか、ロシアが引っ張り出されるのか、引っ張り出されないのかっていうのが、やっぱ焦点になってくるっていう話なんですよねねそうです、ね、そうですすおね。 うん、だからまあただねそのその聖書通りに動かしたい人みたいなんとか聖書を心底信じてる人たちみたいなんとかなでもそれかそのもっとその紀元前こ、まあ、ねくり回された前の聖書のとこまで戻,り戻して正しい聖書に戻したいっていうかな、うんはい、地球を。はい、とを思ってる人たちいたりするわけですよ。うん だから、それの三つどもえっていうかな、じゃあどこに神が最後は宿るんでしょうかみたいな話ですよ、ねはいうん。で、じゃあシナリオはやっぱり決まってて、その要は今回は聖書的なもんのの、うん、なんていうかな、ゆ、え、が、ー、められた予言的なものの解体っていう形になってる。 神も残るし、はいはい、聖書も残るし、イエス・キリストがどうとかあとかっていう話じゃなくて、はい、まあ神が再降臨するみたいな。はいはい、はいへもう一回戻っていきますみたなだから、その聖書をもとに世界は動,動かしてるとか動いてっていうのが、その聖書そのものがこねくり回されてたっていうのがこれから出てくるってことなんですよ。はい、それだヨーロッパはドキャーってなるでしょ。<laughs> 確かに。<laughs> ドッキャーどころで終わらんっていう話になってくるぞ。はいはい うん、手当がついてたのね、みたいな、まあ。確かに、確かにそれだけでできないです何もできないですね。はい、すごいないこれすごいですね、はい。すごいでしょう。すごいことだと思いますね。1600年、1700年、はい、聖書の通りに頑張って生きてきたのに、いや、なんか書き換えられてたのね、みたいな。そうですね。うん。すごい話ですよ、これ、今回は。すごい話だと思います、やっぱり。事実変わりますね。うん。 だから180度大転換。<laughs> <laughs> <laughs> 大転換ですね、確かはいはいはい。た <laughs>、ね、<ら>だから、その事実をもう本当知りだしてきてるでしょ、お世界の人ってみんな。そうですね、知りだしてきて、ね、明らかにヒントアップしないでしょ、なんかし,なーっとしたらでしーんだ,からだから意外、だからね。 なんか、怖いなと思いますよね。なんか、メディアも、メディアも全部つながってるのか、繋ながってるってことでしょうね、多分ね、全部ね。うん、そのうまく情報統制されてんなっていうか、情報機関がうまく連携してるなっていうのが、なんだろう、裏では、表では喧嘩してそうでも、裏ではつながってんのかなっていうのはすごく感じますからね、全部ね。だからもうメディアのネタには引っかからないよ、もうみんな。ああうん。ほんとな。で、 まあ、そのメディアのネタには引っかから、あの、これええ、面白かったのが、ほら、あの、なんか、はい、い。あの、退避韓国出てるから、日本政府、チャーター便日本人退避,、はい、退避させるためにチャーター便出しますって言って出したでしょ、はいはい、はいはいはい。なんか3万円取,取ったらしいから。<laughs> 一人ですか <laughs> 今、大問題になってるよな。<laughs> 一人ですかそう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 。じゃう逆でしょ で3万、どういうことですかそれはか対日本人を非難をさせ対させるのに何つなるか、イスラエルが。チャータビン出しますって言ったわけでしょ、あのメガネが。はい,はいはい、で3万取とうん。で、三万円つきましてはいただきますみたいな。<ー>ニュース出てるよ面白いよ、これ。<laughs> もうどこまでボケてんのよみたいな。<laughs> <laughs> で、その前日か前々日には、韓国からのな、うん、そのチャーター便が出たわけですよ、避難するな、退避のな、イスラエルから。うんうん、そっちは無料で日本まで送ってくれたらしいよ、韓国の飛行機が。<笑><笑>ほんで、2日か1日か2日遅れて、あの増税メガネさん、日本もチャーター便に日本人避難させるの出しますからって出して、3万円いただきますって、今、やいちゃんニュース見てるから出てるでしょ、<laughs> 避難合合みたいな。 出てるじゃ、うん。お、うん面白いし <laughs> もうネタかよみたいな。適切だった韓国,韓国政府との対応の差の表れ3。3万円くれって。<laughs> いやー。 そうだよね。普通にあのー、無料でやるべきだよな。<laughs> 俺、ネタでやらされてるよな、明らかにもうな。うん。嫌われネタな。ああ<ー>。こ,こまでボケてんのよ、みたいな,な。避難8人は想定外なんだ。ええー。で、3万円出さなあかんから8人しか乗りませんでした。<laughs> もう。ああ<ー>。終わってるじゃん、もう。終わってるね、うん。なあ。 終わってんな、これやだな。政治も官僚もいないのねっていう話よな、これな、もう。何のために存在するのってところですよね、うん、本当にね。いやいや、だからいじめるために存在してるんですよ。ああ、そういうことか。<laughs> いじめネタはいはいはい。<laughs> いやー俺がイスラエルをってな、いや、退避あのひ日本に退避への避難してもらっ退避、一時帰国してもらいますから、うん、つきましては日本政府のチャーター便ですと、乗ってくださいと、うん、その代わり3万円いただきますって言われたら、もうあぜんでしょ。<laughs> すごいよな、この話は。すごいですよね、うん。もう世界一ボケてると思うよ。うん、ボケ。すぎてるなー イちゃん坊然みたいな。いやー、本当にだって、お金を取ってる時点で国でしょうと思って。なあ,あ、増税,増税、うん、民間民,民間じゃないじゃん。うん、民間だったらまだ分かるのよ。まあねしょ<の>有,事の有事の対比チャーター便ですよ。国家のでしょ国家,の国家でしょ国でしょ国たいないや、それは国自体終わってるやん。終わってるってだから。 うん、そ,れそもそも終わってる国崩壊でいいやその国もういらないわねでまあこの今のところそのイスラエルを支援してるというかな、うん、支援というわけじゃないけどイスラエル頑張れみたいな方についてるのは、うん、まあアメリカと欧州連合ですよあイギリス欧州連合カナダオーストラリアで日本と <laughs> なるほどね <laughs> <laughs> でまあ一応パレスチナまあ頑張れっていうわけじゃないけどアラブまあまあイランがおるんでねイランとかトルコとかイジューおるからあ<ー>まあまあ などちらかというと、スタンス的にはもう、もうどっちもお互いもう、もうちょっとかあの何て言うかな、もうヒートアップしないでねって言ってるんやけど、うん、まあどちらかというとその、うんう、アラブ系の後ろについてるのが b r i c とブリックスプラスってことですよな、ロシア、中国、ね、サウジ、あの辺全部ひっくるめてですよな、だからこれ、金融の、うん、ドル潰しと同じ構造になってるんですよ。うんうん だから、やっぱりさっき言ったように、ヨベルの都市っていう話じゃないけども、その要は借金からの解放っていう話なんですよ、奴隷、奴隷とな。うーん。それが今、今やってることっていうことですよ。はいはい,はい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 。うん、だから、これな、もうしゃ、けもう俺、諦めてるけど、これ日本相当大変やぞ、はい、はっきり言うとけど、これ、<laughs> 本当今回 <laughs>、もう、えらいことになると思うけど。やばいっすよねうん、うん。ただそれは ロシアが攻めてくるとか、中国が攻めてくると、そういう話じゃないですよ。うんあのなんていうか、はしご外される、うんはしご外されて誰も助けてくれませんみたいな話になってくるはずですよ。ですよね。それが金融ですよ、今回の。うん、だからあ、ドルがはしご外されて、ありゃーってなるわけですから、当然、そのドル国債、はい、アメリカ国債をしこたま抱えてる日本、世界一で、これも同じようにはしご外されるわけですよ。はい ドヒャーってなるんですよ、やっぱ。うん、うんこれがだから来年と再来年ですよ。うん、はい。はい、<laughs> これちょっと大変やぞ、これこれ。だいぶ変わって、変わってきますよね。そうです。だから、あの化けの皮が剥がされていくってことなんですよ。この戦争的なもんと、紛争的なもんが起こると、うん。ウクライナもそうやったるんだな。で,すね、で、今回の中東もそうでしょ。 うんでまあ、政治家的なもんもそうやし、シオニズム的なもんもそうですよ。ドイツがどうで、どこがで、どこがこうで、どこがど,どうなのみたいなもんが、こう、明らかにセキュラ,ラに見えてくるってことですよ。本当そうですよね。そういうセキュラーさんイメージですよねそ,そう,いうことになってるん、でですすよこれ世界再編ですからうん確かに。<laughs> これだ。 <laughs> ただこれどうやって最後収めるんかがちょっと分かる。食べ方が分からないですよね。<laughs> ここまでぐちゃぐちゃになってる状態だし。分か,分からない、分からない。だから結局どこを終着,終着点にするのか分からない状態じゃないですか。正直言っちゃうと。うん、いやいやあの、ただ紛争的なもんとか戦争的なもんを収めるお、終わらせるには簡単なんですよ。事の根源。金が出てけんよってわりなんですよ。ああ、なるほどね。兵隊もめ弁当いるしな。 武器も買わなあかんし、給料出へんかったら兵団も働かんから、結局は金です、それ何なんかって言ったらドルなんですよ、結局言ってるのが。ドルなんだ、だこのドル潰してしまえばもう終わるんですよ。うん、あ<ー>だから全部同じ流れ、一連託書の中にあるんですよ、これ。結局ドルが全部絡んでるんだそうそう、ドルと武器と原油。なるほどね。 そういう構造になってるんですよ、これ。うん、だから、同じなんですよ、全部が。うんだからな、だから言った極東、日本の場合は、そのドルで裏切られ、はい、米軍が引いていき、はい、米軍が世界で強いって言ってたのに、弱いってばれて。はい <laughs> で、原油来なくなって、うんこれ、どうなんのみたいな。はい,はいはいはい。なるほど。<laughs> ほんで、さっき言ったように、3万円くださいみたいなことやってるわけですからね。はい、で、年、うん、はあの調子やと。はい。もう分かるでしょう、もうどんな感じになるのか、うん、これちょっとカオスっぽいよ。カオスですね。完全にカオスだと思いますね。本当に いや本当にいカオスやと思う、これ。カオスになりますよね。うん。相当楽しいよ、これ、今回。楽しいかどうかは、僕にはよくわからないですけど、ただ、相当なもんだよな、とは思いますね、やっぱりね。うん、そうでしょうん。うん、見えてきたな、これまたみんなね、これでね、今日も。見えてきましたね。ですいいパタ、ね、ーン。あ、どうなっていくか見えてきますよ、みたいな。 確かにどうなってくるかが楽しみっちゃ楽しみですよね。こんな感じの流れでつながってるんですよ。うん、全部が、うん。そういうことなんですよ。でぴったり合ってるんですよね、タイミングがね。うんこの凄さっていうのはもうこれは神がいるとしか俺は思えんいこの凄さは。うんこのドンピシャのタイミングで全部合わさってるでしょ。 そうですね、ドンピシャなタイミング。これはね、これは神の力よ、もうやっぱもう。<laughs> いや、全部なんかやっぱり、その、やること、なすこと、繋がってますよね。そういうことなんですよ。結局、なんだろう、あのー、<laughs> なんだ、今日のテーマ的に僕あのき、話そうと思ってたのが、それも繋がってるんですけど、その運命という、人生の運命と、自由意識、意識の問題ですかね。 それって結局全部その前も言ってたようにそのまっちゃんが言ってたけど、まあ、宇宙でいう星の動き、うん、宇宙の法則によってその運命が定まってるというふうによく言われてるじゃないですか、まあ、統計学的にね、うん、でだからそれが結局その自由意識っていう意識の問題でも各自の世界の流れだけっていうのがすごくその具体的に言うとやっぱりその全て定まってるんだよなと い、うん、いうのがすごく多かやっぱりそのまっちゃん的にそうですよねその運命運命っていうとすごいでかい話になっちゃいますけど運命も全部決まってますもんねその時時々の運命っていうかうまあまあそういうちょっと俗っぽい箱庭的な枠の中の話じゃなくて、うん、植物とか、はい、そういうものが枯れてはまた生まれる。 新しく生まれ、彼てはまた新しく生まれみたいな、同じことを何回も繰り返してるみたいなふうに見えて、はいはい、実は同じじゃないんですみたいなやつです。で、これねあの、自分たちは同じことを繰り返してるんだって思い込んでる節はあるんだけど、実際は違うんですよ、うん、うん事実は。そういう事柄事象的なもんじゃなくて、その、はい、中間的な流れ。 っていうか、決まってる感じ。ううこれはそあるんです。でも、これは、はい、その物質的な、その目に見えるものじゃないから。理解しにくいっていうだけの話なんですね。目に見えないものが決まっているっていう話なんです、ね。う 目に見えないものをこう取り入れて意識していく力って言ったらじゃあ何なのよみたいな話っていう結局だから俗っぽい話のいつもの話でしょやっぱあの考え方みたいな話ですどう捉えるかみたいなやつとかどう捉えてどういうふうにしたいかみたいな話な人に自由意志があるとかないとかそういう話ではなくて、うん、自分がどう思う 的な話ですよ。魂的な話ですよ。だからこ。の魂の話ですよね。うん。うん、自分がどう思って、どうしたいか的な話です。うん,うん。で、でも、これのために、人って生かされてるような話になってくると思うんですよ。だから、それがなかったら、ただの、な、あなた、人の人,人、人間として生まれた、あれ、ないわね、みたいな。うん,うん。そこで、盲学ということを楽しむみたいな。はい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 。うん。だから、その、盲学いてる本人にとっては苦しい。 時とか不幸な時とかいろいろあるけど、それもひっくるめて仕事ですよみたいな。壮大な暇つぶしっていうかな。はいはい,はいはいはい。<laughs> 宇宙から見ると。はいはいはい。別にどうでもいいことすったもんでやってるわけでしょ。うまあでもそれもひっくるめて、その人間ってそんなもんよねみたいな。まあそうね。人間そうよね。うんででも いつもいつもの動画と一緒で死ぬ時に最大限の成長してないといけませんよみたいな話になるんですよだからこれは魂の成長ってことですよで詰まるところじゃあ魂の成長って何なのって言ったらどれだけその自分の意思で生きて生きれたかみたいな、ね、意思というか自分のやりたいことを好きなようにやってこれたかみたいな話なんですよ そ,そんな簡単な話になるんですよ、結局な、だから。結局、簡単な論理の話になりますよね、これ、ね。で,ね、でも、どれだけ好きなように生きてこれたかっていうのって、意外とこれ、難しいんですよ、みんな分かってると思うけど、そうあ<ー>言ってもね、みたいな。で、その好きで、好きなように生きてこれない囲いは何だったのって言ったら、今言った、その、今までの、その、聖書的な話ですよ。だから支配、宗教支配っぽいやつですよ。 通貨にしてもこれが価値ですねとか土地は土地は線引いてここはあんたの国ここはあんたの国で1,000買っていきますとかなで宗教的な概念とかうんこれやっちゃいけませんあれやっちゃいけませんみたいな。 これが囲い,いやったわけですよ。これの解放ですからね。はい、<で>なるほどね。うん、で、この囲い,いが取れたら生きて、生きて生きにくい人っていっぱいおるんですよ。囲い,いの中が幸せだわ、みたいな人もおったから。そうですね。うん、そういう話なんですよ。うん、だから、その、どれだけ自分の思うがままに楽しんで生きれた、生きれたかみたいな話だと、うん、人の魂の価値ってここやと思うんですよ、多分。 そうですね。うん、うん。だから、人の役に立つとか役に立たないとか、そういう話じゃないし、自分が楽しそうにしてたら人に、人の役に立ちます、勝手にみたいな。うん。<あれ S 2> だから要は自、自分が好きなことをやってれば、それが最終的に人の価値になるし、それを提供すれば、人が喜ぶから、見てるだけで楽しいみたいなやつん、ね、うんなるんでしょう、ね、ああのあ,<れ>あの感じよ。うん、う,んうん。あれが照らすってやつですね。いいですよね、人っていうのはね。 だから決してそのエンタメ系のディズニーランドとかそういう話じゃないんですよ、う <laughs> 全然、そうね、うもっとナチュラルな感じですよねやっぱりそうですようねうん、うん。まあでも、その今、過渡期って感じですよ、だからまあ過渡期までいかん過渡期のちょっと手前っぽい感じ、今からもうみんなこう脱皮でここまで抜けてるけど、この辺でもがいてるみたいな、抜けませんみたいな、肩が引っかかってますみたいなとか <laughs>。 今その感じですよ。なあと2人くらいしたらここまで抜けてくるから、お腹に。<laughs> もうあとちょっとでャップしますみたいな。<laughs> そねはい、はいはいはい。この感じなんですよ。なんか、ま、だでか言ったと、まだ囲いが残ってるからなんですよ、これ。はい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 、うん。どうやったってな。そう,そうやった、そうやっ、ね、っぽいやつがまだ残ってるんで、世の中風で言うと。はい,はいはい。それが終わる感じになっていくってことですよな。うん,うんでしょうね、やっぱりね。うん。だからその なんて言うたらええんかなそ、そんなに難しい話じゃないですよ、愛ちゃんのさっきの話って。うんもう本当、自分に、わがままで自分に素直になるみたいな、こんなに。ーはいはいはい、すげえシンプルな話ってことですよね。本当シンプルな話ですよ。ね、でも、子供に帰れない世の中になってるってことですよ。はい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 。<laughs> 今言ったんかあの赤ちゃんのおぎゃって生まれた時の状態が一番神に近い状態やと思うから何にもこびりついてない状態やからなどうやってあとはそういうかん感じと融合させていくか自分を、ねうん、簡単に言うともっとわがままでええと思うんですよねわああがままというかもう自分の思い通りにいくぜみたいなうんそれでいいと思うんですよう そうですね。うん。と思うよ、多分。そうだよ、ね。まあ、ずっとわがままでいろ,いろってことですよね。ね <laughs> やりたいことはやりませんとかな。<laughs> うん、そ,うそうそうそう。そう。だからなんか,なんかや、やりたい,とこ,とりたいことのとことんやりたいことしかしませんとかな。そうそう,そう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 。そう。嫌なやつとは会いませんとかな。そう,そうそうそう。そ <laughs> そうそう。結局、自分に何だろう、正直で言いたいよねって話よね。ねそういうことです。 結局、自分で正直にやんないで、うん、もうぐダぐダやってたらしょうがないから、もう離れるときはきっちり離れた方がいいし、どうせまたくっつくんだし、何かあればねって話だしね。うん、だから、よくある話あるじゃないですか、どれが本当の自分か分かりませんみたいなやつとか。<laughs> ありますね。はいはい。で、昔あった自分探しみたいなやつとか。ありましたね。はい。ね、ああいう話って結局ひっくるめて、 その外に自分を求めてるみたいな話なんですよ。あれあー、外に、なるほど。はい、はいうん。この世の中的なもんというか、社会的なもんの中に自分を求めてる自分探しみたいな。そう、永遠に見つかりませんかみたいなうん。<laughs> わかる。自分の内側の中の自分見つけないは仕方ないんですよな、これ。うんうん。そういうことでしょうはい。 うん、だからもう内的っていうか内側を見つめるってことがこれからもっと大事になるしだから瞑想っていう話にもなってくるしうん、うん、だから自然っていう話にもなってくるし、うん、そういう話だと思うよ、うんうん、違うかなあまあいつも通りのなんかこう単純な話で終わってます <laughs> <laughs> 結局最終的な結論は単純なんですよねみんなが複雑にやっぱり考えすぎだと思うんだよなやっぱりなみんななうん、うん だから、あまりにも外に何か偉大なものがあると思い込みすぎてい。いや、ないない、結局自分が混沌に日々の繰り返し、勉強して繰り返して繰り返して繰り返して,返していくだけのだけだと思いますよ。うん。ただそれだけ。ただそれだけで毎日過ごしていくっていうので。うん、で、美味しいご飯と美味しい睡眠ができてありがとうございますが <laughs> 一番いいんじゃないですか。<laughs> そう。だから、あのー、赤ちゃんって、 心地よかったら笑ってるわけでしょうん。ストレスがかったら泣くわけでしょうん。だから、心地よさですよ、やっぱもう最後は。そうですよね。やっぱり心地よさで自分の中で幸せであれば、すべてが幸せなんですよ。うん。<当>どれだけ心地いい感じになれるかみたいな。うん、はい。そうですね。うん、そうそ,、ね、そう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 いうまあ運命ですからね。らその運命を受け入れてやっていけばいいのかなっていうふうに、うん、僕は思いますけど。はい。 だから、受け入れるって、じゃあ何を受け入れるのってたら、自分を受け入れるってことです、やっぱり一番は。うーん。そうね。今の、今の、世の中じゃない誰がどうこうじゃないんですよ。結局、今の自分を、宇宙の法則じゃないけど今の自分を受け入れればいいんですよ。そうそう。だから、宇宙を受け入れるとか、何を受け入れるっていう話じゃなくて、自分自身を受け入れないと。そうそう自分自身を受け入れないと、何も始まらないのに、みんな自分自身をね、あの、 わかる。それはそうー100%今の自分を引き受けるって感じですよ、もう。そうね、本当そう思いますね。いいとか悪いとかそういう話じゃないんですよ、全くいい。本当いいとこ伸ばす、悪いとこはこう訂正しましょうとか、そういう話じゃないんですよ。そう。引き受けるってことですよ、自分は。そう,そう。本当それは思いますね。自分が自分引き受けないのに、誰が引き受けるのみたいな。そうそう、それは本当にそう思いますよ。誰が一体その。 それを受け入れるんだったらしいですよね。うん、そういうことなんですよ。うん、で、自分を引き受け入れるということは、神を受け入れるってことになってくる。うんで神を受け入れるっていうことは、宇宙を受け入れるみたいな。そう,うね。自分自身をこう受け入れていくと、こう光がピューって降りてくるみたいな。はい,はいはいはい。そんな感じですよ、うん。素直に天の声を聞けるみたいな。<laughs> まあでも、素直に天の声を聞けよってのは、うん、その通りだと思いますね、やっぱりね。じゃあ、天の声を素直に聞いたらどうなんのって言ったら、はい、これで人それぞれよると俺の声は子供の時に帰っていくんですよな。やっぱどうやっ,って。ああ、なるほどねあ。何が心地いいんですかとか、うん、どういうふうにその、何て言うかな、死ぬまで生きていきたいですかみたいな話になってくると、俺の声は子供の時に帰っていきたいって感じなんですよ。うん うんうん、じゃあ一番その今までこう目を閉じて目を閉じるとで出てくる風景っていうのがあるんですよ。ああ<ー><番>なるほどね。どこへ帰っていって、うん、そういう生き方したいねみたいな、うん、そういう話やと思うんですよな。うん、なるほど。うんまあた 幸せなことだし、うん、なければそれを作っていくって話になってくるで。うん、でもそれを作っていくにはげ現実的にそこへ行かないとわからないんですよね。やっぱ。うんうん 匂いもあるし感覚もあるしそうねねありますだからやっぱ行動っていう話になってくるわなやっぱどうやったってこだろう行動が一番あるでしょうねやっぱりね行動して直感って感じになってくるんですよねそうですね理屈超超ええたた世世界界ででですすすよねねねそうだからそこには自分が自分の直感というか自分の感覚 だけの問題なんで,、はい、であとは天が後押ししてくれるっていう形になるから、はい、不安も心配もないみたいなそうね不安も心配もないみ、ね、て,ていうのになってくるんですよねうん、うん、そういう目標っていうかそういうふうにいきたいなっていうのは描写できるとかな、はい、あれが一番いいと思うよこれが、はいうん、これは一番いいことやと思うんですよだからそ,それは何て言うかなその老後の 不安とか、何やったっけなんかあるやん、いっぱい。あはいう話とは全然違う話ですよ、これ。そうですね。まあ実際そうでしょうね。うん。うん。そうでしょだから、要は20年、老後20年、30年生きるために何が必要だみたいな話ってあるじゃないですか。ああ、そうね。あれって、ただ、ね全然違う話でしょ、それ。まるっきり。まるっきり違う話ですね。ゾンビみたいな話でしょ、なんか。 そうですゾンビみたいないですね、はい、どういはいいか、どういは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 いかもしれないです、ね、かいはい地よさいは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 いといっいはいはもはい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 はまあいは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 いのひょいとしてみたいな、うん、いは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 あのー。 ねえそういうことでしょう、結局は。うーん、そういうことですね、結局はね。はい。そううは。うん、うん、確かに。だから自分の内側に通ってみるしか方法はないよな、やっぱな。そうですね。う,うーん。確かにそこはあるかもしれないな。うん。確かに、うん、自分、自分に、自分、うん、そうなりますね。結局、自分ですね。はい。うんうん 問うしかかないですよね確かに自分に問うしかないみんなのやっぱり外にすぎなのはその通りだと思いますね。はい。うん。うん、なんかなあ、だからやっぱり外を見ないようになっていくと自然とわがままになっていくんですよ。はい。<laughs> <laughs> 自分は、ね、自い意みたいな <laughs>。は,は,は,はいはいはい。<laughs> で変わった風に見えるしな。まあね、そう結局そうそう,そ,う,そ,うそこが大きいかなと思いますね、やっぱりね。 一番、うん、はね。何の話やったっけ今日,あゃん今日はテーマとしてはその宇宙と人生のテーマでそのー運命と自由意識の話でしたね。はい、運命と自由意識がどうなっていくかっていうのを、うん、その戦争の話からつながってるねその話からそっちのテーマに行きましたけど、まあ、結局、うん、ねその外にやっぱり何度も言ってますけど外に向き過ぎちゃってるっていうのが。 一番多いいんじゃないですかねねやっぱり、ね、だから自分をちゃんと見とけって自分に結局自分を見つめきちんと見つめてやれって話ですよね結局はね、うん、自分が毎日どうしていれば心地いいかみたいなそうそうそう、うん、結局なんかあるってこなんかいろいろと皆さんの中であるというもしあるっていう方があるってことは何かのパーツが足りてないわけだからそれは自分をもう一回見つめをして整理整頓とき合っている人なのか関わっている人なのかにも 変わってくるし、はい、ちゃんとそこはきちんと見たらめた方がいいよねって話ですよね。う,ん、うん。ねえ、だからそんな大げさなことでも大ごとでも何でもないんですよね、だから。だからみんなが大事、うん、とじゃない単純な話なのに大事とにしちゃってるって部分もあるんですよね。うんで、あとはまあ起きてもないことを心配してるそうね、うん <laughs> <か>そ。それは。 少なくななくるとあるかもしれないです、ね、<laughs> 起きてもないことを心配してみたりとか、かなんていうかな、野生の本能を呼び覚ましてないみたいな話ですよ。ああ、まあ野生の本能ね、確かにね、それはそうかもしれない一生懸命こう、うん、ガードを作ってるみたいな感じですよ、だからガードを作りゃ作るほどその自、自分の内側から遠のいていくみたいな感じですよ。 知恵とか直感とかそういうものがなくなっていくみたいな話です、ね。はいはいはい、そうですね。うん、これは大きいかもしれないですね。結局は、うん、自分に帰ってきますからね。うん、だからもうそんな囲いの中におる時代でも何でもないんでね、やっぱもう、うん、うん、どうにでもなるよみたいな経 <laughs> 験体験をしていくっていうことがこれから一番印字があるんだな。はい <laughs> そうですね。自給自足的な話が多分それなそういうことやと思うんですよね。相のお会に住んでる人ってやっぱりやっぱり食べ物って買うもんよねと思ってるわけでしょ。はいそういうことやな、アイドルの。野菜も魚も買うもんよねと思ってるわけでしょ。これでもじゃあ本当それって原点見つめると、いや、それ本当じゃないんじゃないのみたいな。そういう話になってくるわけでしょ。 あの鳥さんだってね鶏さんから買ってみたいな話になっていったりするわけでしょだから全然その概念ですわやっぱもうちょっと便利さ手放すっていうのがええなって俺最近思うなもう便利便利なのはネットといえだけでええでしょ。 <laughs> うん。もう、あの、正直 AI だけで、<ー> AI だけで十分です。<laughs> あとは、あとはちょっと不便なぐらいがいいんじゃないかな。AI だけで、いいですあの AI が多分全部支配し始めるので、もうあの AI だけで十分です。あといらないです。あ,のあと余計な概念いらないです。彼らにあの感情を与えなければ楽なんで。<laughs> うん。<laughs> あれで感情っていうのが邪魔なんですよ。やっぱり人間っていうのは全員そうですけど。うん、嫌味哲学、嫌味腹立つとか、その妬みとか、全部そうなんですけど、僕、 その感情を捨てた方がいいと思ってて、だから感情大事なんですけど、うん、やるときは感情大事なんですけど、それ以上に感情っていうのは邪魔ですよ、人の,人の行動原理においては。うん、まあまあ、うん、行動原理というか、はい、うんと、その身を守る的な話まあ身を守るっていうか、行動を制限される、うん、自分の身を守る風の話 かもしれないですね。そうですね。そうで,で,、はい、ですよねえ。そうですね。そうですね。そうですね。そうね。うん、うん。ただね、あの、感情も、その、これ、まあ、神が与えたもんなんでな、これも使い方次第みたいな,な。はい。はい、うんうん。だから、その、用の方の感情に引っ張られるみたいな、はい,は,いはい。はい。みんなも引っ張っていくみたいなはい、はい、うん、うん、まあ、こうセットやから、ラインとよって、でも、やっぱね。そう、だから、セットじゃないですか。だから、そこの細分って、うん、 人間ってうまくコントロールしないといけないと思っていて、うん、でもそのコントロールがみんなできないんですわ、やっぱり。うんうん、なぜかな知らないですけど、だからそれが問題ですよね。ねセットな、それはやっぱだから、うん、バランスの問題だよね。本来は全員ちゃんとした一般のいい人なんだけど、それが型が崩れるとみんなぐだぐだになっていく。うん、うん。その人にとってのあれだから、みんな感情っていうのは怖いなってまあそれはいろんな背景もありますしてね。その らそうさせてしまった背景もあるとは思うんですけど、残念だなという,ようなことは、すごく見ていいると多いなと多な思います、ね、まあ、それを整えるのは自然ということになってくるのそれは結局は。そうね、だから結局は、その、環境だと、ということ環境の問題なんだよねと思って、自分自身の環境の問題が、ちゃんと、なんだろう、きちんと統一できてないから、崩れていくっていう部分があるな、だから結局、環境、周りの環境がそういう環境であれば、そうなっちゃうし、そういう人間になっちゃうしみたいな。 あちょっっっっっとががかりだなてて思いますっていすすうのが最近あったんですよねやっぱりね、やっぱりね神社とかってそういう意味だといいんですよ。僕もあまた明日もちょっと行かないといけないんですけど、その、うん、統一自分をの柱を統一するためには神社ってすごくいいなと思いますよね。やっぱりね。うん。うん。まあな、あれもまあもともとっていうかもう一番原点のところまでたどれば何だったのみたいな話になってくるんですよね、あれ。そう。そう そうあ,あれ、石やからな、もともと。石,巨大な石だから、その巨大な石だから、<laughs> その巨大な石にみんな集中してエネルギーを注いでるだけなんでね。もともとは石と太陽みたいな。太陽みたいな。あれすら作られた物語ですから、正直言っちゃえば、石のそうそう。石の集合体なんて、誰かが証明できる人は一人もいないじゃないですか。<laughs> んかね、でも、証明されできる人は誰でもいないんだけど、でも現実にそれがあったのは事実だから、そこぞの向き合い方じゃないかなと思いますけどね。 そうういことななんあんま難しい話じゃないよ。本当。そうですね。難しい話じゃないですね。はい。本当に。やっぱ自然の中に答えがあるよ。自然の中に答えがある。はい。はい。自然の中にしか答えがないよ。はいはい。そうですね。じゃあそれ、へりくずでへりくずでどうとかああとかっていう話じゃないですよね。自然の中にくと心地いいわってなるわけでしょ。うん 気の流れがとか、はい、なんかなるんでしょありますねーねそういうことやと思うわ。やっぱつな、はいつまりはうんいや <laughs> 俺からすると中より海の底の方がもっと興味津々やからな俺 <laughs> からそれと同じでで僕は ai に興味津々など同じですよ <laughs> 海の方がもっと奥深いんじゃないのみたいな。僕はそれは AI が大好きですから AI に興味津々になってます、ね。AI ちゃんやな。AI ちゃんだから、まあその AI ちゃんってちょっとあのガッポガッポ、えー、上まで行こうかなと思いますので、ぜひついてきてくださいみたいな感じですね。はい、<laughs> <laughs> い誰もついていきません。ぜひ<何>で。 まあ今日はちょっとなんかひあの盛り上がりにかけましたけども。いつも通りのお話でしたねみたいな。いつも通りの話でしたね。なかなかね、うん、あのー、結局その戦争の話の方が面白いなと思いましたけど、ね、話聞いててね。本当に自分に戻れる時代来るのよみたいな。<laughs> やっと来たよみたいな。さあみんな来たぞみたいな。さあみんなやってくれ、うん、みたいな感じですよね。うんいやー 本当にこんなことが起こるのねみたいな思わんこれでもすごくない本当い思うと思いますよ来年と再来年もっと面白いからなトるときもっとすごいからなこれもっとすごいですからねもっとすごい深々とやっていきましょうもうあれみたいなそうなるのみたいなそうねそうなるのって感じですねそんな感じになっていきますよ楽しんでいきましょうと楽しんでいきましょう今日こでいらいでいきかないじゃん そううですね今日はははいいいここのの時間にぐらししておきましょう、はい、じゃあまた来週、来週のテーマ、また考えて、あの連絡しますはい <laughs> 結,局結局、テーマ上げたほう毎回同じ話になるから面白くないそう、結局なんか、テーマ上げると最終ゴロは同じだから、みんな動画見て、俺、また同じじゃんってなテーマ、結局、最終ゴロは同じなんで、切り口を変えてるだけですか,、ね、だか何を投げられても最後一緒みたいな。<laughs> それもすごいよね、本当にね。<laughs> <laughs> はい、<ど><ど>そんな感で。こから来ても、見斜めから来ても、上から来ても、下から来ても、結局<う>答,答えは変わらないっていう、ちょっと面白い方程式でやってけど。でもそういうことやと思うよ。<laughs> 結局そういうことですよね。最後は自分の内側にあると。<laughs> はい、そうですね。はい、これしか言いようがありません。<laughs> 言いようがございません。まあそういうことで。はい、今日はこの辺で。さよなら。はい。さよなら。